ステファンの5つ5銀河はペガスス座の方角に見える近接した5つの銀河である。そのうちの4つは初めて発見されたコンパクト銀河群である。1877年にマルセイユ天文台でエドアール・ステファンが発見した最も研究されたコンパクト銀河群である。最も明るい NGC7320 は広い非領域を持つことで知られ、 赤色の染みの部分では活発な星形成が行われている。これらの銀河は激しい衝突のために興味を持たれている。5つのうちの4つの銀河はヒクソンコンパクト銀河群92として物理的に結びついている。1970年代初頭に行われた電波による。この同じ領域で可視光スペクトルで緑色に見える電離水素原子の子も検出された。 最近では2つの宇宙望遠鏡が奇妙なフィラメントの性質について新しい洞察を提供しており現在は NGC7318 バイトが時速数百万マイルの速度で銀河群の中心に落ち込んでいく際に発する巨大な銀河間の衝撃波であると考えられている NGC7318 バイトが銀河群のガスと衝突すると銀河系よりも 大きな巨大な衝撃波が銀河間の倍質に広がりガスを数百万度に加熱してチャンドラ等で観測される X 線を放出する。おそらくより予想外だったのはスピッツァー宇宙望遠鏡によって衝撃波の中に非常に強い水素分子の赤外線放射が発見されたことである。この水素分子放射はこれまで観測された中で最も激しい水素分子の 形成であり、最も強い放射は前傾の画像の緑色の領域の中心付近に由来する。この現象はカリフォルニア工科大学の科学者が率いるオーストラリア、ドイツ、中国が加わる国際チームによって発見された。衝突からの水素分子の検出は水素分子が非常に壊れやすく衝撃波の中で容易に壊れてしまうため、当初は予期されていなかった。 しかし、衝撃波面が銀河群の中心のような濃度の高い倍質の中を移動すると乱流層に多くの小さな衝撃波が形成され、これによって水素分子が生き残ることができる可能性がある。衝撃波の中の水素分子は初期宇宙にも存在したと考えられるため、この衝突は140億年前の宇宙の始まりの時に何が起こったかを見せてくれている。 また興味深いことに、NGC7320 は小さな赤方変異を示すが、他の4つは大きな赤方変異を示す。銀河の赤方変異は距離に比例するため、だが地球から2億1000万から3億4000万光年離れているのに対し、NGC7320 は3900万光年以内の前面にあると考えられている。 ステファンの5つ5銀河を構成する5つの近接した銀河は NGC7317、NGC7318A、NGC7318 バイト、NGC7319、NGC7320 である。しかし、NGC7320 は約4000万光年離れた位置にあり、他が 約2億9000万光年離れているのに対して、かなり近く、ヒクソンコンパクト銀河群には含まれない。6番目の銀河である NGC7320C は、ヒクソン銀河群と近い赤色変異を持ち、NGC7319 とつながっているように見える長赤を持つため、おそらく、ヒクソンコンパクト銀河群に属すると考えられている。ありがとうございます。